はい、それではアナザージャングルリビア探検第2回目でございます。うんうん昨日のリビア旅行ではリビアの基本的なお話をたまちゃんと確認してまいりましたね。はい、そうです。はい、それでは今日は、リビアをさらに詳しく知るために歴史と文化というタイトルでお話をしたいと思います。はい、まずこのリビアという国の成り立ち、これはですね、かつて、まあ、基本的にはここはあの遊牧民がいるエリアなんですね、うんうん、非常に乾燥したサハラ砂漠という砂漠が国の大部分を占めております、うん、なので私たちが日頃食べているような米、麦、そういったものをする農業には適しておりません。じゃあ何食べてんの？そういう乾燥地帯では何をしますか、皆さん？だから作物が育たないってことでしょ？そういうことでございます。他の国柄の食べ物汚せっつって。ああ、戦ですか、うん、まあ、戦もあるんだけど、でもそれにしたって何もないんだよね。肉と。お、正解でございます。牧畜でございますね、うん、遊牧民はあの羊とかラクダとか食ってたんじゃない？ラクダも食ってると思うよ。サラサラ、そうそうそう、でそういう感じで、まあ、畜産関係ですねというところでやっていたというのと、あとは乾燥してても海はどうですか？ああ、分かった。はい、貝を拾ってたんでしょ。なんで貝なの？魚を取れ、魚を貝になりたい。なんで貝になりたい？魚を取れ、魚を。そうなんです、魚を取っていたんですね、うん、お手元に私が簡単に描いたリビアの絵があります。おお、はい、これがリビアです。なんか前方後円墳みたいだよ。いや、それ画力の問題で、ここがね、湾になってるの、うん、でね、面白いことにね、リビアのほら、昨日千葉県民と同じ人数いるって言ったでしょ、うん、その大部分がね、この海岸沿いに住んでるんです。まあみんなほら海近い方がいいと思って住んでるでしょそんな浮かれた話じゃないんだよ。そんな湘南に行きたい人たちだけみたいな感じじゃなくて、うん、やっぱり中に住めない、内陸部は住めないんです、うん、ね、だからみんな海岸の方に行ってお魚さん食べたり、そういったことをやってたんですよ、はい、そういうお話でございました。あ、ちょっと話それちゃうけどさ、うん、そういえば昨日の放送でね、うん、玉が何個かさ、なんか残してた？言ってたやつをね、ちょっと調べた話があって、はい、ボビーさんは何語を話していたかっていう。なんでボビーさんなのかナイジェリアは何語を喋るのかっていう話は一応調べておいたんですけど、英語だそうです意外に、そう。あともう一個調べたのね、アラジンの舞台、うん、あれ、まあ、ディズニーでどこ想定してるか分かんないけど、うん、原作はね、中国らしいんですよ。中国の本か何か。そう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 、そうらしいです。ちょっと夢壊れるねでもさ、あのジャスミンがさ、魔法のカーペットに乗ってね、うんうんうん、アラジンとこう旅じゃなくて、はい、連れていくわけよ、はいはい、アラジン。その時に確かエジプトのピラミッドを映ってたよ、うん、だからやっぱあれなんだ、ディズニー版がそうなんじゃない、うん、でも今気づきました？ジャスミンって名前、ジャスミン茶だこれチャイナじゃないかあれ、アラジンはアラジンか。アラジンはアラジンだね。そうよね、はい、悪いやつがシファーの名前うんうんうん、だからこのアラジン、実は中国が舞台説。中国っぽいと言われたら中国っぽいかもしれないねそうだよね、まあその辺は要検証ですけどね。まあそんな感じでね、歴史どこまで喋ったっけ。あ、遊牧民がいたって話、うん、で遊牧民がいたんだけど、Google マップ昨日見たでしょ、うん、でリビアって、ヨーロッパと海を隔てて、まあ、すぐのところにあるんですよ。であるからして、ローマ帝国ってあったでしょ昔、アレクサンドロス大王みたいな、ああいう人がいた時に、実はその配下になっていたのがこのリビアという国なんです。
で、まあ、その後あのずっとですね、まあ、なんかいろいろと入れ替わり立ち替わりして、近代ではトルコ、オスマントルコ、うんうん、あの頃なんかモンゴルがさすごく大きくなったじゃん。中国の後になんかモンゴルが大きくなって、あの源頼朝のあたりで、あの元寇ってあったでしょ、チンギス・ハーンってやつ。そうそうそう、まあ、実際に来たのはフビライ・ハーンでしたけど、ね、あ兄弟だっけあれ。そうそうそう、兄弟じゃない、孫じゃなかった、名前似てる人だ。そうそうそう、あれなんだっけ、チンギス・ハーン実は源の義経説って聞いたことある。あ、なんか聞いたことあるでしょ、都市伝説でしょ。弁慶がさ、なんかあの矢面に立ってさ、義経の死体がなかった、チンギス・ハーン義経説。あのゲルって言ったことあるでしょ。あ、そうそうそう、あれじゃ、あれなんかのちっちゃい時になんかでね、ゲルの中に入ったことある。お、入ったの？まあ、模型みたいなのなんだけどさ。模型？うん。なんか、なんか入ったのかな？ゲル？うん。朝青龍のファンクラブとかに入ってたなんかでね、なんかその国の何がでもなんかやってた、はい、うん、なんかさ、昔さ、俺すごいがっかりしたのがさ、朝青龍ってあれモンゴルの人じゃん、うん、で相撲すごい強かったじゃん、で確かにあの相撲ってすごいお金もらえるんだって。あ、そうなの。うん、でね、なんかそのなんかの番組でなんかモンゴルの朝青龍さんを直撃みたいなことをやった時に、僕はねてっきりそのゲルに住んでる朝青龍さんを見れるのかと思ったら、レクサスに乗ってる朝青龍さんだったすごいがっかりした遊牧民そんな乗ってへんかと。ゲルで移動するんでしょ、あの人たちって。移動式住居だから ねそうなんだよね。そういう感じでいいじゃんってことでしょ、だからリビアの人。まあゲルではないけどね、遊牧民だったから、まあそういう生活をしてたんでしょうな。ほんであのそのフビライ・ハーンがさ、モンゴル帝国を作った後にオスマントルコ帝国にやられちゃうんだよ。で、あの辺全部トルコになっちゃった。一回。すっごいでっかくなったトルコ。ああ、そうだね。また世界史だったでしょ。で、世界大戦が始まる直前ぐらいにイタリアに支配されたんです。だから、あんまり日本人の感覚からわかんないかもしれないんだけど、リビアっていうのは実はいろんな国になんかその主導権で握られてきたんだね。リーダーがなかったからな。まあそうだわな、まとまりがなかったんだろうな。うん、まあ遊牧民ってやっぱ個別主義みたいなとこあるんだよね、うん、家族単位とかね、あんまりなんかよその家族と交わるっていう感じじゃなかったのかもしれないね。ほんでまあイタリアに支配されて、でただあの戦争があってね、うん、世界大戦があって、まあ、それでイタリアの支配が終わって、うん、でまあ戦後は間もなくはあのイギリスとかフランスとかに収められてたんだけども、うん、まあそれも終わって独立をしたと、まあいうところがもう大体の歴史なわけですよ。でまあ玉造的に多分超興味ないでしょこのくらい。まあでもこれ結構大事で、まあ要はその支配体制が変わると何が起こるかと言いますと、アートとかね、美術、あとは建築、あと食事、そういったものはやっぱりよその国の文化を受けやすいってことなんですよ、うん、だからね、実際これは本編の方で、ストリートビューとかね見ていくけど、じゃあこのリビアっていう国のね建物どういうものがあるのかっていうのをちょっとぜひお楽しみにしていただきたい。意外にあの立派なものが建てたりするのかな。そうそうそう、ちょっと俺も見たことない、うん、でもねその昨日観光が盛んって言ったでしょ、うん、このリビアっていう国はあの古代の遺跡がね、うん、結構そのまま残ってたりする。うん、だそういうね建物とか遺跡とかっていうのはリビアが実は面白い国だったりするんです。
腹落ちてる。終わり？ある程度終わり。でまあちょっと歴史で言うとね、その後ほら昨日カダフィ大佐って言ったでしょ。ちょっとカダフィ大佐の泣けるエピソードでも喋るか。あの人はどこの人なの？リビア人だよ。あ、そうなの？リビアの話してんだよ。なんでリビアの話しててカダフィ大佐の話してそれリビア人じゃないの？リビア人じゃなかったらびっくり。いやほら異国のアメリカ人がさ、うちで言うとこのあれ GHQ みたいな感じかなと思った。ああ、なるほどね。あ、カダフィ GHQ 説。誰だっけ名前？マッカーサー。あ、マッカーサー的なポジションなのかなと思う。ダグラス・マッカーサー、うん、いや、そうじゃないんです。カダフィさんっていうのは実はリビアのね、砂漠の方のオアシスで実は生まれた。実はいいとこの坊ちゃん。いや、4人兄弟のお姉ちゃん3人の末っ子だそうです。ええ、でね、この人っていうのはもうね、ちっちゃい頃からコーランを読んでいた。うん、コーランってわかる？なんかお経みたいなやつ。あ、まあその間違い方はちょっとまずいな。イスラム教だからね。まあ経典だね、経典、うん、ね。だからカダフィはもう若い頃からコーランを読み、タマゾーは若い頃からコーランを読みって話ですよ。いや、コーランって聞こえてたでしょ。なんかカダフィ大佐コーラ飲んでたの？それでコーラそれで後であるアメリカとかもいいの？あ、ちょっと待って話だね。で、当時エジプトが先進国だった。で、エジプトのラジオ放送を聞いて、うん、このカダフィ少年はいろいろな勉強をしていくわけですよ。そう、そう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 。で、なんかね、そのエジプトにいた、ちょっと名前忘れてるんだけど、なんとか大佐っていう偉い人がいて、うん、その人の思想にものすごく共感していた、うん、だそうなんですね。で、このカダフィさんが、まあ、20代ぐらいの頃になると、その戦争が終わってリビアが独立して、まあ、リビアもね、今から国として頑張っていこうと。でもどうしよう、リーダーがいないということになって、で、なんかイスラム教の指導者的な人がその王様になった。リビアの王様になった。で、まず良かったねの話なんだけども、その後にリビアで石油が見つかります。まさか。そうです。石油といえばどういうイメージありますか？儲かる。儲かりますよね。どういう風に儲かりますか？まあ、楽に儲かるんですね。そう、出てきたら出てきた分だけ売れるんです、はい。で、石油の特徴として出る国と出ねえ国、これが明確に分かります、ね。ジャポーネは出ないでしょ。出る国っていうのはすごいことになっちゃう。で、この王様、その権利を独り占めします。悪いですね。だから、その売り上げ、ヨーロッパに売るのも全部自分のお金にしちゃった。それに憤慨した。お、カダフィ少年。そう、そこでカダフィ少年がこのままではまずいと言って、クーデターを起こす。このまま取るなんじゃない。そう、でね、これがこういう革命ものについて回る話なんですけれども、うん、まあ、結局ね、そこで一度王国の腐敗を、まあ、明らかにしたカダフィ大佐は、まあ、一時時の人になるわけですよ、うん。その勉強してみんなのことを助けたいと思って、そうやってみんなのためにって言って動いたんだけども、ミイラ取りはミイラになるというところ。カダフィ大佐が一番恐れたことっていうのがクーデターを起こされること。ってなると、自分の反対の意見を持っている人に対してどうするでしょうか。もう自分と意見がないってやつはもうバッサバッサ切り捨てた。怖かったんだろうね。そうだね。そうだね。まあ今の社会でもあるよね。だから
感じなの。自分とマーガのやつはもう、そうそうそう、そうそうそう、いじめちゃったやつ、なんか顔浮かんでくるだろ、ほんでやめさせたりとかさ、ああそういうことでしょ。あの人元気かな、あの退職 YouTuber。 あーなんとかさんね、なんだっけ、タマコ教えてくれた人、なんかウーバーイーツ始めたんだっけ、ウーバーイーツ始めましたって結局さ、うん、あの小さな我々のような社会の中にもそういう構図ってあるのよね。あるある。あの国が、うん、っていうんじゃなくてもさ、うん、いいんだよね、そういう嫌なやつ。お。本当に嫌なやつって多い。お。皆さんもおりません？職場のところだったりさ、おおお、学生だったらさ、はい、あのね、同級生。蹴落としやつがさ、はいはい、あ、これ久しぶりに視聴者投稿ですか、うん、じゃあちょっと手紙の方読んでいきますか、うん、それでは西ローランドゴリラさんから、うん、私のクラスに、ギャルの女の子がいます、はい、でこのギャルの女の子は、単位が落ちるか落ちないかの点数を取ってしまい、うん、先生に対して抗議をしておりました。でもこれって普段から勉強してれば全然そんなこと気にしなくていいはずですよね。おかしくないですか。そうだね、別にその子は何も利益不利益こう思ってないでしょ。別に勝手にその子が触るだけなのことがいいんです。バサリね、そんな感じなんですよ。だから強い手段を取るとね、自分もそういう強い手段に会うことを懸念して良くないことをしてしまうと。だから自分より能力がある人を、はい、蹴落とそうとする黄金世代の人たちみたいな、ね、黄金世代そうでしょ。そうだね、明らかに今日なんか誰かを思い出してしまっているいるな、いるんだよな。そうそうそう、自分が一番。いやそうだよね。でもあの退職系 YouTuber のあの人の話を聞いててもさ、うん、やっぱりこう能力がないことをこう隠そうとしてこう八つ当たりをするというかね、うん、そういう文化っていうのがどこかあるのかもしれないね。ほんでカダフィさんはどうしよう。まあほんでカダフィさんは結局、まあ、そういうやり方をずっと続けてしまったわけだな。でまあアメリカとも敵対っていうポジションをずっと取り続けてしまって、まあ最後にはもう暗殺されてしまうと。誰が殺したんだ。あれじゃない、それもやっぱアメリカのあの諜報機関ってところで、ああ CIA とかさ。でリビア人が殺したわけじゃないですか。あ、リビア人ではないと思う。殺した、うん、でもやっぱりそういう結局 CIA とかだってさ、まあ、実際 CIA がやったか分かんないけど、あの赤い印みたいなのやつだったけど、そういうこと FBI で、あ、そうだよ。まあでも諜報機関だからね、一緒だね。アムロ君みたいなのが殺しちゃったわしじゃよ。え、誰それ。え、誰よ。博士です。コナン君誰誰？光彦。あ、出てる。まあそんな感じでね、多分ほころびがやっぱり出てくるんだよね、部下の間にさ、うん、暗殺っつったってさ、もう周りがみんながっちりガードしてたらさ、できないじゃん。この人を守ろうって思ってくれてる人がいたら、うん、そんなことにはならない。そうそうそう。だけどもやっぱりそういうほころびが出てるから、やっぱ付け入る隙を与えてしまったっていうところやな。何歳で死んだの。あ、でも結構なお年だったと思うよ。ちょっとちっちゃいなかな。いや、そうだよな。カダフィじゃん。ムアンマル・アル・カッザーフィって言うんだって。あっちの人の名前って不思議だよ。長いよ。長いよ。子供の名前はサイフ・アル・イスラーム・ムアンマル・アル・カッザーフィーだって。ドムスカ・パロ・ウル・ラピタみたいな感じ。
今のカットで。あまり受けなかった。あまり受けなかったな。そうだな。なんかあれだよね。玉造本編始まってからの脱力っぷりすごくない？なんか一番最初のメイキングの時が一番こがえてたよね。体かゆい。体かゆい。食後はやっぱりあれだったか。まあそんなところかな。だいたい歴史と文化勉強になりました。あ、興味なかったな、ちくしょう。まあでもこんな感じでね、偉人とかね、そういう支配の歴史を見ると結構その国の事情っていうのは見えてきたりするんだなっていうところだね。はい、日本はずっと日本だったからすごい国なんだよ。天皇さんはずっとほらね、系譜たどれるっていうのはすごいことなんだよ。ああ、そういうこと。うん、天皇っていつからいいの。あれですよ、ヤマトタケルのなんとかっていうところから。え、そっから続いてんのらしいよ。うん、それってもあれじゃないか、聖徳太子とかにいるでしょ。いや、もっとだよ。あ、そうなの。聖徳太子の時水戸天皇だろ。やったべ。そうだよ。え、それも前ってこと。もうずっと前ですよ、ずっと前。え、そっから続いてるってこと。そう、だから万世一家って言って世界で一番長い王朝なんですよ。愛子さんも続いてるわけです。愛子さん、まあ、今の制度上だと愛子さんではなくて、秋篠宮さんの方の息子さん、ね、すごいんですよ。だからなんかそういう貴族の階級の話からいくとエリザベス女王よりも偉いんだって。長いってこと。歴史、そうそうそう、やっぱ歴史こそが偉さだ。だから歪染色体の話だから。あ、まあそうも言うね。そうそうそう、ずっと歪染色体を同じ家系で受け継いできてる。たどるとヤマトタケルの歪染色体ってこと。あ、でもね、実際にはね、なんかたどれる限界があるんだよね、確か。